山梨放送アナウンサーの森田恵美です。全身山梨の収録が終わりました。どうですか皆さん。これは今遠隔操作のロボットからお伝えしているんです。実はこれ 5G 通信システムを使っておりまして、これを使うことで離れた場所にいてもコミュニケーションを取ることができるんです。いやすごいですよね。この技術について3月29日放送の全身山梨でお伝えしますので、ぜひ皆さんご覧ください。